各党にマニフェスト政権公約を問う、今回はみんなの党です。みんなの党では政策のことアジェンダと言っておりますので、今回はアジェンダで通していきたいと思います。浅尾誠一郎政調会長に話を聞きます。浅尾さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今回は、同じようにこの6項目、浅尾圭一郎政調会長に聞いていきます。この6項目についていろいろ問っていきます。まずは消費税の問題から問っていきますけれども、この夏に税社会保障改革成立しましたけれども、みんなの党としたこの増税のことの前にやることがあるじゃないかと、そういうスタンスですよね。そこから教えてもらえますか。そうですね、今回はですね、税と社会保障改革ということで、消費税 5% 上げる法案が民主党、自民党、公明党の賛成で可決をいたしました。社会保障といったときにですね、財源は税だけではなくて社会保険の保険料というものがあります。でまずはですね、この保険料が今の保険料のシステムの中に不公平なところがないのか、非効率なところがないのかということをぜひ皆さんに考えていただきたいと。実はですね、あまり知られておりませんが、例えば健康保険、保険料は国家公務員の方が 10%、 一番多くの国民が加入しております協会健保は 7.7%、 消費税でですね、あなたはこの会社に勤めているから 7.7% です、あなたはこっちの会社ですから 10% ですって言ったら、みんなふざけんなってことになりますが、健康保険については実は それだけ大きな差があると。これを同じものにすると大体2兆円のお金が出てきます、年間で。それから健康保険にしても年金にしても、今回ですね、収入の少ない人、パートアルバイトの人のですね、勤務時間の少ない人にもですね、適用対象を広げようという動きが出てきてますが、それ自体を 100% 否定するものではありませんが、もし収入の少ない人にも適用を広げていくというのであれば、今健康保険や年金に存在している月収の上限というものを取っ払ったらいいんじゃないかと。収入の多い人はですね、あるところまで来たらそれ以上の部分には健康保険や年金の保険にはかかんないと。同じ割合でずっとかけていったらやはり2兆円出ますと。ですから不公平を是正するだけで4兆円のお金になります。さらにはこの健康保険や年金にはですね、莫大な徴収漏れがあるということはもう見ておられる方もご存知だと思いますが、大体ですね、人数にして1000万人分ぐらいの、勤労者が、健康保険や年金に会社が加入してないということが明らかになってまして、これを普通に徴収すると大体10兆円と。ですから足すだけでですね、10兆と4兆で14兆のお金になると。今回12兆5000億ですから、これを先にやりましょうというのが私どもの考え方であります。加えて、民主党が前回、マニフェストで主張いたしました公務員人件費の2割削減、これを国地方で実現すると5兆4000億のお金になりますから、ざっくり言って20兆円近いお金がそこにあると、増税の前にそちらを、手をつけるのが先だというのが第一点であります。それから、実は今の我が国の税収っていうのは約40兆円ですけれども、これは過去最高だったわけではありません。過去最高は22年前の1990年の時の60兆円と。で問題はですね、実質の経済の規模は今の方が22年前より大きいんです。経済の規模が実質で大きくなったようにもかかわらず、税収が3分の2になっているのは、税収そのものは実質ではなくて名目経済、要するに物価が下がれば税収は落ちるということなので、もともとの物価のレベルに戻すような金融政策に力を入れれば、さらに20兆円出てくると。それは実質の経済が大きくなってますから、当たり前の話なんで、そういったことを先にやるのが、普通の話でしょうというのが、みんなの党の発想で、デフレの時にですね、増税をしたらさらに消費を落ち込ませて、税以外の物価が落ちるということになりますので、これには反対だというのが我々の考え方です。税を上げる前にその政策的な部分で財源は出せるではないかという考えですね。そうですね。でその関連しますけれども、その議員官僚がまた身を削ることにも一つこれも寄与することがあるのではないかというところはいかがですか。
ですから今申し上げましたようにですね、公務員の人件費がですね、まず議員が率先して身を削るということで、議員定数の削減ということも我々は、衆議院を今のですね、480人から300人、はい、参議院を242人から100人にということを提案をしております。このことをやりながらですね、先ほど申し上げましたように、公務員の総人件費を2割削減します。2割削減すると、それだけで5兆4000億消費税にして 2% 分のお金が出てくると。でなおかつ産業別でですね、比較をすると、実は全国平均が444万円、公務員の方の人件費が、これ、給与ではなくて人件費なので、雇用主が負担しているいろんな保険料が入ってますが、全国平均がいずれにしても440万のところが、950万ということになってまして、これを2割削減しても、まだ産業別では一番多いということなので、決して少ない人を減らすということではないと。で、どうやって減らすかという具体的な案も、我々としては用意しています。はい。